最終日のリハーサル。もう一回です。ユンホはいつも以上にスタッフと歌いたがっていた。そして、はい、ユンホとチャンミンは、はい、素直な気持ちをスタッフに伝えた。急ぐように夏の星座たち。他は毎回言ってるんですけど、まあやっぱ僕が実はなんか今回のツアーがただ2015年だけのツアーなので、この今の10周年を全部振り返ってみるのができるそういうツアーだと思うので、それでもちろん本当にちゃんと締めるのが多分ここにいるスタッフさんと一緒にやることができて嬉しいし、やっぱり10年間ずっと投資と一緒に働いているスタッフも結構いると思います。本当に感謝しています。それでまあね、もう今日もまあ、昔から自分の夢になったこの東京ドームの席をちゃんと見ながら歌ってるんですけど、まあここにいる皆さんは本当になんか時間が過ぎても忘れないほどね温かい人たちだったっていうのを多分僕の頭の中にはそう覚えてると思います。もうすぐ来るから今日まずその1年約2年ぐらいの思い出を今日一日で全部作ってみましょうか。できればみんな、まあ、知ってる曲は今日みんなで歌いながらやりましょうか。まあ歌詞を知らない方もいると思うんですけど、まあできればですね本当に楽しみながらやりましょう。そして本当に見えないところで本当に例えば、まあ、荷物を運ぶだけの方にも実は本当にこの歌より全部顔を覚えてるんですよ。今更言うんだけど本当にありがたいし、ただ冗談しながらみんなに会って僕リアクションすることが大好き。本当にこのステージ自分の人生でちょっと本当大きなものだからありがとうございます。4年間ずっとそのライブの仕事をこっちと、こっち日本での仕事だけではなかったんですけど、ここにいらっしゃってる皆さん、スタッフの皆さんと共にですね、休まず本当にもうしんどいほど休んでなかったんですけど、その日々の中でですね、皆さんと共に一生懸命走ってきたと思うんですけど、皆さんのおかげで、はい、また2人の活動を再開してから、東京ドームでのライブもできたし、またスタジオだったり、いろんなライブ皆さんと共にやってきたと思うんですけど、ちょっとしばらく行ってこなきゃいけないことがあって、はい、行ってくるんですけど、またちょっと時間が経ってからですね、約3年ぐらいかもしれないんですけど、その時ここにいらっしゃってる皆さんともまた楽しい、今までみたいにですね楽しいライブを一緒に作りたいし、作れたらいいかなと思っておりますので、はい、
できればですね、2人のことちょっと待ってもらいたいなと思います。本当に今までお世話になりました。ありがとうございました。今日はただ、まあ、泣くか泣かないその問題じゃなくて、本当にさっきも言いましたけど10年間歩きながら言ってますか10年間頑張ってくれた周りのスタッフさんのファンが、もう自分も知らないうちにずっと思い出して、まあ、もちろん今働いている方もいるし、もう引退している方もいると思うんですけど、まあ、その方たちにも感謝しながらちょっとステージしたいなと思います。本当にね、丸 10年もちょっとよく締めてもらって、次はまたね、新たな東方神起の姿で会いたいですね。10年間の活動を通して2人が今伝えたいこと、それはスタッフとファンへの感謝だった。やっぱりマネージャーさんじゃないか、なんか、まあ、東方神起の仕事を一番知ってるし、まあ毎回僕たちにいい話だけじゃなくて、まあ、厳しいコメントもしてくれたので、でも諦めずに最初から小さいステージから一緒に成長してここまで来たので、本当にマネージャーさんたちに一番感謝してます。全く僕も一緒なんですけど、で、あの、初めて日本に来た時からもう今まで、うん、東方神起のマネージャーとして、あの、一生懸命頑張ってきてくれた、あの、マネージャーさんがもう恩人だと思いますね。うん、恩人だよ、うん、恩人です。本当にね、東方神起を一番愛してるんじゃないかなって思います。東方神起の新人の時から今までのドームライブツアーができる、そういうアーティストになる、なんか成長を今までずっと見守ってきたし、そして同じ道を歩いてきた、そういう恩人であり、また仲間であり、もうそういう大切な人だと思います。